はい、本当の姿は何でしょう。市民、今回市民ね。トツ二人で敗走。さよりの行動。めっちゃ暇やん、市民。あ、酔っ払いあるか。そうか、酔っ払いあるんや。せやせやせや、忘れとった。でもこれ純愛者酔っ払いやったらどうなんの。選べないじゃん。さてさて、じゃあやっていきましょう。いいね。はい、話し合い。おはよう、おはよう。ウェーイ。一言ね、カミングアウト。エマが占い。エマが占いで、マリアンヌ・シロ。エマは？エマは？ん？カミングアウト。待って、エマは？ああ、そうなんや。マリアンヌ確定しろ。確定しろか。マリアンヌになった、あった。確定しろのマリアンヌでもいいんだね。あれ、霊能家紋？霊能者カモンド。マリアンヌじゃないって言われたし。霊能いない。酔っ払いか。酔っ払い霊能者か。霊能か。酔っ払い霊能や。酔っ払い霊能。酔っ払い霊能や。これは完全に、完全なる酔っ払い。占い黒も十分考えられる。うん、マリアンヌ信仰でいいんじゃね。マリアンヌ信仰でいいんちゃうの。いいんちゃう。サクサクいくぞ。おらおら。占いクロスでもいいけど、別に占いクロスでもいいか。クロスでも A が A が。マリアンヌ信仰。どうした、どうした。カリステ、サンドラ、トーマス。お、いいんじゃね。うんうん、いい線、いい線いってるね、いってるね、いってるね。マリアンヌ開始点入ってもうた。まあ、俺が入ってなければいい線いっとる。延長希望、延長希望。回避なしじゃね。全貫通か。延長希望。全貫通か。ショーに褒めてもらえて嬉しい。マジか。マリアンヌ愛してる、愛してる。ハートぐらいにしとくか。ハート打てたぞ。あ、ハート打てるな。よし、さあさあさあ。ショーンテンション高い。マジか。特に何の意見もなく、ほぼ同調。経費はぁ、アウト。ほんとかよ。は？ほんと？通貨かけたの？どうした今？どうした今？いやー、嘘くせえ。嘘くせえけどなー。どうなんやろ？どうなんだろう？うん、そうやな。潜伏した理由次第やな、これ。潜伏した理由次第やな。酔ってていないの分かっ、うん、そうなんだよな。怪しいな。
だいぶ怪しいけど、どうなんだろうね。狼でもアホすぎる。アホアホって禁止用語じゃないんやな。あーまあ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 、うん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 、なるほどな。うん、なるほど。まあまあまあ、うんうん、なるほどやな、ほんと。まあ、そうだな。わかるっちゃわかる。わかるっちゃわかる。いや、俺はわかる。わかるっちゃわかる。わかる。かっこサンドラ用語。サンドラ用語。煮詰めたかい、仮石入ってから出たのが乗っ取ろうとした狼っぽい。ほう。放置？え、やっぱり明日なの？あ、二日目の夜か。そうだな。あ、酔っ払い今夜わかるんやな。酔っ払い今夜わかるのか。今夜わかるのね。わかるのね。放置でいいと思う。放置でいいと思うよ。思うよ、俺も。逆に釣りをしてるやつ人狼臭いんだね。逆にあまりにも、あまりにも釣りを押しすぎると、そこに、黒がいると、前いると見ちゃうよ。見ちゃうね。そうか。お？ソフィアあたり黒いと思うけどな。あ、でも放置でいい。マリアどうするか早く決めんと、グレー。そやな。トーマス、トーマスじゃねえの？あ、ソフィアめんどくせえタイプやな、これ。放置しよう。黒酔いの可能性もあるよ。あるよ。いや、ワイホになったのと、ワイホ。マリアンヌ頼んだぞ。頼んだでー。なんなん、マジで。バニラ先生。まあ、ええんちゃう。バニラ一本。まあ、どっちでも。最速で行く。マジか。確定白いで進行いる場合、潜伏はありちゃう。そう。みんなあれやろ、叩きすぎやろ。うん、じゃあいいんじゃない。潜伏なし。ソフィア、バニラの順くらいでログ伸びてるように見える。うわー、なんか知識1分前。いや、この部屋なんか強い。強そう。さっきとえらい違いやな。さっきマリアンヌとか言っとったのに。酔っ払いっていう不確定要素あるのになんで潜伏する。いや、確かにそうだな。それ言われたらそうだな、確かに。そうだな。30秒前。うん、確かにな。確かに、確かにな。むずいな。酔っ払いむずいね。酔っ払い難しいね。10秒前。サンドラかなり怪しい。え、めっちゃ殴るやん。お姉ちゃんをめっちゃ殴る妹。お姉ちゃんをめっちゃ殴る。
でできるのと。ジェシカのサンドラ殴り半端ねえ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。30秒前。寿命で死にたかった。ユーモアあるね。ユーモアありますね。面白いこと言うな。遺言面白いやっぱり。日没。いや今夜何がわかるよ。じゃ俺が酔っ払いやったら面白いね。はい、夜の行動。さあここ。お。ほう。おお。そうなのか。そうなのか。どうしようかな。マジか。どうしよう。じゃあサンドラ死んだな。サンドラ死んだからちょっとついとくか、サンドラに。あ、でもサンドラとラインがあるでな。ちょっとソフィアにしとくわ。オッケー。ソフィアとバチバチやったらソフィアにしとくわ。逆にあのサンドラとラインが見えるとかめっちゃ言われるで。うん。はい、話し合い。ソフィア黒とかやばすぎ。楽しい。カミングアウト。バニラ黒。カミングアウト。俺酔っ払い。酔っ払い、うん、やべえ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 。白やった。白だったよ、バニラ。バニラ。やべやべ。案の定ね。案の定。案の定サンドラ人狼だったね。人狼だったな。サンドラ、クリス、ほうほうほう。いやサンドラだろう。サンドラ、ダルルオ。しまったなあ。あ、俺バニラの色わからんか。マジか。しまったな。しまったな。逆を言っちゃったな。やっべ。いや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 。いや、サンドラ。サンドラ人狼やってやべえって。人狼やでやべえって。いや、やばいっしょ、これは。やばいっしょ、これ。ここ釣らんと。釣らないと。そう。そう、俺が死んだとして、だというね。いうのを軸で考えてみ。軸で考えてみ。そう、やべえって。いや、ここで単純に、ここ単純にサンドラソフィアつったら、単純にソフィアつったらやべえって、つったらやべって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 。あとショーンが対抗じゃないですか。私するとか意味わかんない。そうそうそう、やべえってやべえって。しかもソフィアを押さない意味、ソフィアとショーン純愛説。いや、だって、いや、だってよ、サンドラ、君は俺目線、完全に俺目線 100% ニセやで。 120% にしとくか。 120% ニセやで。そう、サンドラいかんとやべって。いかんとやばいやろ。やばいやろ。
うん、そう目線、トーマス、サンドラス、クロウ、ちょっと待ってな、そう、そういうことトーマス、そういうことトーマス、うん、ソフィア、なんと見る、ショーン、ソフィア、カリウだろ、あ、待て、あ、ソフィア、カリウだよな、オッケーオッケー、サンドラ、マリアンヌ来る、あー、待てよ、隠しろか、やべえ、マリアンヌ純愛者、マリアンヌ純愛者やろ、純愛者じゃね、うん、純愛者で、なんだ、どういう説にすればいいんだ、どういう説にすればいいんだ、待ってよ、あ、やべ、どういう説にすればいいんだこれは。マリアンヌが純愛者で、ソフィアが、マリアンヌが黒の味方してる純愛者やろ、純愛者やろ、延長希望、やっべ、待て、サンドラやろ、サンドラやって、正面でアビビのサンドラやろ、いや、ここはだって、いや、俺目線は、俺目線はね、1200% にしようか、次。1200% サンドラ2世やでさ。そう。ちょっと、狩人の真偽は分からんが。30秒前。ソフィア、何パーや ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億 ?100%? じゃあサンドラ、100。100兆パーセントにしとくか。10秒前。延長死んでやばいな。よし。やっべ、どうしよう。これ無理じゃん、絶対。アピピない時点で、ショーに、ちょ、待って、トーマスやめとけ。それ言うな。待て。私とトーマスほぼ白だと思うけど、トーマス白く。待てよ、今何人おる、狂人と人狼と純愛者、ダメやな、いや今日だろ、今日サンドラだろ、サンドラ行けば、行かんとやばいって、ちゃう、ちょっとやばすぎ、やばすぎ。これで勝てたらマジ気持ちいいな。ソフィー釣り。終わらないならショーンクロだけど、ほぼソフィア。待て。サンドラやろ。サンドラ。もうサンドラがね、サンドラが喋りうますぎてやべえわ。って言っとくか。喋りうますぎて、勝てそうにない。30秒前。勝てそうにない。くそ。村の人たち、すまねえ、くっそ、ソフィア1個、いや、サンドラって、やべ、あー、サンドラ釣らないと勝てねえのに、10秒勝てねえのに、くっそ、
すまんみんな、すまんみんな。くそ。すまん、すまん。負けた、負けたみんな。くそ。ソフィア黒、いやサンドラ黒、サンドラ黒、サンドラ100K% にしとくか。次は 100K% 黒。30秒前。そう、これソフィア黒いや難しいねこれ。いや、マリアンヌが隠し色なのがきつかったなぁ。逆をついてソフィア行ったのがいかんかったわ、これ。あ、トーマス迷っとる。トーマス迷っとる。いやぁ、どっちやぁ。あー、ダメかぁ。なんかワンチャンばらけそうな気がしたんやけどなぁ。うん、あえてソフィア行っちゃったのよくなかったね。逆をついた。普通にサンドラ行けばよかったんやけど。あった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。わぁ全然じゃん。全然じゃん。全然じゃん。おいおい。まあまあ無理やったな。無茶やったな。無茶やった。無茶やった。俺は無茶やった。あ、クリス全然喋ってなかったそれは。全然喋ってねえじゃんマジかよマジかよ、うん、今回はあーもうしまったな、ほんとな。クリスもソフィア入れたんかよ。クリスもソフィア投票しとるやん。投票しとるやん。しとるもんね。みんなベスト、お、いいやつや、トーマス。おー、トーマス、トーマス。トーマス、いいやつ。いいやつ。うん。いやー、しまったな、ほんと。まあ、いいんやけどな。トゥーマス、いいやつやな。純愛の酔っ払いってどうなるの？あのね、酔いが冷めたら選ぶよ。うん。そうなんやって。なんかソフィアとな、ソフィアが殴ってきてたから逆に、うん、殴ってきてたから逆に選んだ。逆に選んだ。普通にサンドラにすればよかったんやけど。しかも俺を選べばよかった。いや、サンドラと迷った。サンドラと迷った。そうなんや。ソフィア、人が傷つくこと言わない方がいいよ。傷つくこと言わない方がいいよ。泣き。SP 選んどきゃ大体勝てるか。なるほど。いや、SP やん、ソフィアも。ソフィアも SP やん。SP やん。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。